ヤギヤマバイパス、笹栗 TV 現在は、料金所廃止により設備は撤去された、ヤギヤマバイパス笹栗側入り口。左側の道路は、ヤギヤマ峠へとつながる。ヤギヤマバイパス、ヤギヤマバイパスは、福岡県カ谷郡笹栗町を起点とし、同県飯塚市に至るバイパス道路。並行する国道201号の難所である、ヤギヤマ峠における、 交通問題を解消するために作られた。国道201号にほぼ並行するが、八木山峠の東側にあたる飯塚市側では、国道201号ではなく旧、筑波町や、穂波町を通る福岡県道60号、飯塚をの乗船に並行する経路を取る。終点の飯塚市弁分で、飯塚省内田川バイパスに直結している。なお、五十 c c 以下の原動機付き自転車、 軽車両、歩行者は通行禁止であるが、設計規格は高速道路ではないため、50cc 以上の二輪車の通行は可能。いずれも2014年9月30日前の料金。2009年6月1日より ETC カード、クレジットカードの利用が可能になり、合わせて ETC 割引制度も開始された。ただし、ETC レーンによるノンストップの無線通行はできず、 自動収熟備え付けのカードリーダーで認識させ、生産する方式を採用していた。ETC による生産ができるようになった後も、回数券販売が継続されていた。かつては、西日本高速道路九州支社が管轄する一般有料道路として供用されていたが、2014年10月1日に無料開放された。有料道路であった時点の交通量は約1.2万台。 日程度であったが、無料化後は約2.3万台、日とほぼ倍増している。反面、交通量が飛躍的に倍増した結果、朝夕を中心に渋滞が頻発するようになり、それに伴う事故も無料化前の3倍に増えるなど、深刻な事態が発生している。渋滞が多発する現状に加え、車線を塞ぐ事故が発生すると出入りに対して、制限の多い八木山バイパスで、 見動きが取れないことから、福岡県は4車線化工事や、フルインター化の工事を求める要望書を国土交通省に提出した。通行無料を前提とした税金による整備手段では、予算の確保が困難であることから、有料道路方式で再整備する公算が高くなっていた。2019年3月29日、国土交通省道路局は、 八木山バイパスの有料道路事業の導入並びに4、車線化の整備を認可した。2020年4月から工事が始まり、笹栗インターチェンジ築保インターチェンジ間が2024年度中、築保インターチェンジ保奈東インターチェンジ間が2029年度中の開通を目指している。通行料金は普通車で250円消費税を想定している。 招集期間は高速道路機構との協定では2026年4月1日から2050年9月30日の予定。総事業費は360億円。計画交通量約18,100から19300台。日費用便益 B、C イコール1.4である。ありがとうございます。